はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はらんまんの第3話の解説をしていきたいと思います。第3話では万太郎がなぜ植物学に没頭していくことになるのか、その動機が描かれていたものと思われます。それではよろしくお願いします。自分など生まれてこなかった方が良かったのかと自問自答する万太郎は、裏山で天狗こと坂本龍馬と運命的な出会いを果たすことになります。その時天狗が万太郎にかけた言葉が印象的でしたね。生まれてこなかった方が良い人など一人もいない、人は皆何かを成し遂げるために生まれてきたと万太郎に語って聞かせます。万太郎はこの天狗の言葉に、自分も何かわからないが何かをやり遂げたいと使命感を抱いたのではないでしょうか。天狗こと坂本龍馬は江戸幕府を倒し明治維新に大きく関わった土佐藩士で、まさしく何かを成し遂げた人物なので説得力もありますよね。その頃心配して万太郎を探していた久たちと会うことになる万太郎。久は名前は知らないが一番好きな花だと裏山に咲いていたバイカオウレンを見つけて嬉しそうな様子です。この時万太郎は母が一番好きだというこの草花が何という名前なのか、そしてどうして花が咲くのか知りたいと思ったでしょうね。そのことが今後の万太郎の草花の命名の仕事につながっていくのではないでしょうか。そしてバイカオウレンを摘み持って帰ります。おそらく母に見せたいと思ったからでしょうね。しかしハンカチの中でしおれてしまった様子でがっかりする万太郎は筆で花を描きます。こういった花をですね、永遠に保存しておきたいという思いが今後万太郎の植物標本と植物図鑑の仕事へとつながっていくのではないでしょうか。まとめますと、天狗に会い人は何か成し遂げるために生まれてきたという使命感を教えられ、母の大好きなバイカオウレンをもっと知りたいと思ったこと、そのようなことがですね、植物分類学の父と呼ばれるようになる万太郎を生み出した。第3話では万太郎がなぜ植物に夢中になっていくのか、その動機が何だったのか描かれていたのではないでしょうか。そして万太郎のモチーフとなっている牧野富太郎は生涯で作成した植物標本の数はなんと40万枚、命名した植物の数は1500種類、編纂した植物図鑑も数多く、現在でも改訂が繰り返され書店に並ぶ牧野日本植物図鑑を刊行されていらっしゃいます。今回は第3話で万太郎がどうして植物学に没頭することになるのか、そのきっかけが描写されていたのではないでしょうか。そして坂本龍馬からかけられた言葉に、何かを成し遂げようと思い、母ヒサが大好きだというバイカオウレンについて、その名前が何なのか、どうして花を咲かせるのか、母に見せるために保存したいといった思いがきっかけだったのではないでしょうか。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。